はい、どうもセリカです。来ました、あと残り7秒、シーズン切り替えまで3、2、1、来たー。ラファエルランク報酬ありがとうございます。で、今日3時からちらっと見えた今で、次のシーズンランク報酬が親子カタツムリ、あー、これ多分横向きの方が可愛いんでしょうね。ぬるぬる歩きそうな感じの報酬で、来た来たよー、ロビンボーナス出ました。青の塔復刻、日付は予告通り5月29日から6月12日まで出ました。復刻嬉しいような、嬉しくないような。はい、それで週末イベントが青鍵祭りが30、31の5時9時ですね。で、裏ステージの出現率 100%、 あーすごい、さらに豪気マップの出現率アップ。裏ステージは豪気マップに挑戦して限定スキンの入った宝箱を目指して挑戦しよう。すごい、豪気マップの出現率がアップっていうことは、現在チャレンジ中の方や、もうちょっと豪気マップの豪気青鬼と会いたいっていう方は、いいですね、この感じで。で、青の塔が来てる、これ。待ってね、まずチャレンジ。あ、来ました、復刻ゼウスチャレンジ。あー、あー、ちょっと減ってる。下から2番目、ゼウススキンで青の塔15回を突破を、10回になってる。いや、15回でクリアされた方、マジですごい。いや、10回でもすごい。いやいや、もう1回でもクリアしたらすごいんだと思いますけど、今回は5回少なくなって、難易度はどうなんでしょう。当たり判定的なところが変わっているのかどうか。これは確認しないとわからないですね。で、チャレンジが結構ありますね。どういうこと？前と一緒な感じですね。中心で止めるゲームをするの10を3回、3ページあるってことは、まあ、30回やるってことですよね。で、ガオゼニガチャも30を3回だから90回。で、歩数1万歩の3ページなんで、3万歩。いや、すごいな。期間結構あるとはいえ、そんなないですよね。14日ぐらいか。フレンドマッチも30回。宝箱開けるのもめちゃくちゃやらなきゃいけない。さあ、どうしましょう。で、青鬼さんのシルエットが出ておりましたので、今回もイベントだというふうに思ってますが、来た。最初リーゼントかなと思ったんですけど、傘ですね。傘さして、靴履いてる、長靴履いてる感じ。で、青の塔。うわーそうなの？また最初からやるの？やだー。いや、もうてっきり15回まではロックかかってたのが外れたんで、復刻の場合でも15回から好きな回ができたり、まあ、隠しステージに挑戦できるのかと思い込んでいましたが、でも報酬変わってなくないですか？ゼウスがもらえるってことですか？また15回クリアしたら。持ってる人は2体目っていう関係でいいのかな？マジで？またやんのこれ。とりあえず、外れた。あ、また外れた。はい、トーチキいただきました。また宝箱か、まあ、ゼウスチャレンジで、トーチキをゲットするしかないってことか。いや、マジで10回とか奇跡的にクリアしたんで、もう二度とやりたくないと思っていたんですけど、もう二度とやりたくない回いっぱいあるんですけど、マジかー。今回のガチャですよね。あ何この宇宙人みたいなの。梅雨ガチャ。めっちゃ怒ってる子がいますけど。提供割合は、雷雲。まんまだな、ゴロゴロ。で、アメンボ。なんか見たことあるけどね。で、やっぱ天使は消えたと。で、復刻の方が、多分ね、どなたか予想してくださってたんですけど、次はクリスマスですね、っていう風におっしゃってたんですが。いや、もうね、回したくない。ガチャ、ちょっと今、あんまり好きじゃないですよ。確率悪いし、復刻といえど、かなり確率低いですし、青瀬に座れるだけなんで、あー、このマップ、ごめんなさいね、ちょっとワンちゃんが、キャンキャン言ってる。あ、このマップ、復活ですね。トロッコステージというか、トロッコがめちゃくちゃあった、結構広いステージ。うわー、井戸がある。待って。何この下の気持ち悪い。うわー、何これ。オブジェですか？こっから出てくるってことはない。いや、マジで気持ち悪い、これ。やばい。このなんていうの、お墓から出てきてる感じ？上向いてる感じとかめちゃくちゃ気持ち悪いんだけど。あ、で、トロッコはないですね。うわ、またいる。何これ。梅雨シーズンめちゃくちゃ気持ち悪いな。井戸もちょっと嫌ですけど、まだいるよ、これ。何この斜め上見てる感じ。で、この上の何？セットであるやつ。あー、やだ、気持ち悪い。いや、トロッコないと、この辺歩けるのはいいんですけど、結構行き止まりがあったので、トロッコによって。で、このカエルもすごいな。わ、いっぱいいる。
いっぱいいるよこれ。あ、なんか足が見えた。足が見えた。あ、待って、あ待って、出るつもりなかった。出てしまった。一瞬しか見れなかった。傘さしてる。いや、雨降ってないけどね。いやー、出ちゃった、間違えちゃった。長靴を履いてると雨降ってないんですよ。で、カエルもある。で、トロッコステージがトロッコなしで復活してる感じですね。全く多分一緒な感じだと思いますね。なるほど。あ、またこのステージすごいね。このステージが多分今シーズンの限定マップというか、多分そうですよね。で、カエルもいるんだ。いやー、気持ち悪いなー。近づかないでおこう。カエルも結構大きいですよ。ごめんなさいね、ワンちゃんがね、ワンちゃんがめっちゃ吠えてる。何かの影を見たんだと思うんですけど怖い。トロッコがないか、結構遠いな。だとしたら、あ、ここ通れない。あ、待って、危な。で、さっきちゃんと見れなかったんですけど、長靴履いて傘さした青鬼が今回の青鬼だと思いますが、宝箱からもトーチキをゲットしないといけないですし、来ちゃったよ。あ、いたいたいた、青の塔が来ちゃったよ。またなんと、また一からやるっていうね。泣きそうでしたよ結構ね、楽しかったんですけど、やってる時はね、10回とか11回やってる時は、結構隠しステージとかやってた時は地獄だったような気がしたんでまたやんなきゃいけないっていう感じですね。15回解放されたところからかなと思ってたんですけど、これ復刻のためにまた1からっていうのはちょっときついですね。16回以降がもし増築されて緊縮された場合、また1からやるのかっていうやばいよー。今回でリセットされてるんで、多分増えた時もリセットなのかな。まあそうですよね、下から上がっていかなきゃいけないですよね、塔はねエレベーターで上がっていかなきゃいけない。いや、マジかー。でも、トーチキがね、足りなさそうな感じ。この2週間で結構集めるのが。以前はね、最初の何時間かは5分おきにトーチキがゲットできたので、そこでね、10枚か20枚ぐらい取った分があったので、余裕があってできたんですけど、どこだ最終わからない。いるいる。で、3体目が出てるけど、見えないなー。ここ最終。早くない青霧。あー見えない。あ、ダメだな。ダメだダメだ。ちょ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 。キラキラない、キラキラ。あったあったあった。ローラスケート。あー、3体目ヒカキンサムリでしたね。よし、また探していきたいと思います。はい、では、ゼウスチャレンジにもあるので、トーチキももらえるので、ガチャをもう回していこうかと思います。90連でとりあえず3枚もらえるはずなので、やっていこうと思います。あ、出た。あ、長靴を履いた猫。なるほど、なんかそんなお話があったような気がしますが、もうね、ガチャ運今最悪なのでピチャピチャ、ワードピチャピチャ。可愛いっちゃ可愛いけど、あの青旗甲子園の猫と若干やっぱり似てますね、スキン的に言うとありがとうございます。30連目もうね、天使ガチャの時に一番最初動画にした宣伝があって、ファフニールがめっちゃ出る。で、宣伝約970連約1000連引いてダメで、その後何回か引いて、ひどいカップル男がね、しれっと4人もいた。全然出なくて、その後も回しました、直前で。いつか動画にしたいと思うんですけど。という感じで青銭が減っております。もう20万枚切ったのも何ヶ月ぶりだろうっていうぐらい切りましたね。青のと終わったぐらいは90万近くあったので、やっぱ復刻とドデカと、あと欲しいガチャが来ると、やばいなぁ。もう範囲は、復刻の前回の復刻であった赤ずきんにキラキラをさせるために何十万か使い、今回の天使ガチャで何十万枚か使い、減りましたね。いや、だからもう回したいんですけど、回せないという。はい、という感じで90連終わりました。出ない出ない。はい、ということでございまして、今日金曜日の3時から6月12日まで青の塔の復刻ということで来ております。で、スキンのゼウスも多分そのまま、で、ルシファーもそのまま、スキンチェンジもできるっていうことで、多分ゲージはそのまま残って使えるんだと思うんですけど、はい、ということで、ロックかかってるんで、これもまた、やっていきたいと思います。マジで10回とかやだな、本当にやだ。まずはトーチケをね、結構貯めないと進めないので、やっぱり、トーチケも貯めながら、やっていきたいと思います。はい、ということでございまして、また何か、新しい情報とか、違ってる情報とかありましたら、よかったら教えてください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた前回の青の塔のリンクもつけたいと思いますので、よかったらそちらもご覧ください。それではまた、バイバーイ。